菅野高則のすげえ話。今回のゲストは高峰智樹くんに来てもらってます。よろしくお願いします。本日はありがとうございます。すいません、忙しいところ。全然大丈夫です。よろしくお願いします。すいません。どうですか？本当は2人で喋ることないもん。ないですね。まあでも筋トレの時とかぐらいですね。ええ、毎回筋トレしてるみたいな。そんなジムにいるわけでもないから。ジムにいたら杉さんねえ、まあ本当2人で飯食いってこともまあほんのご時世だし、まあ去年入団したばっかりだし、はい、ちょうどもう入ってきてずっとまあコロナの機会、そうですね、そうです、コロナの時間になっちゃって、はい、だからまあサポーターの前で応援の前でまあ一試合だけですかね、開幕戦だけ、そうか、はい、あとはまあその強化指定の時、あ、そうそう、それだけ入っておいて、サポーターの熱さはすごいよね。いや、まあ、まだそこしか経験したことないかもしれないけど、はい、そうです。でもあのルヴァンの決勝とか見てたんで、あれは本当すごかった。スタジアムに？いや、スタジアムじゃないですけど、テレビで。どっちだよ。その時は試合で。全然生じゃねえじゃん。いや、試合だったんで見られたんですけど、テレビで見て。今の本当すごい。もうスタジアムに来てみてました。いや、全然違いました。全然違います。そうですね。本日の企画は高峰智樹の人生にスポットライトを当てて、はい、まあ、過去、現在、はい、未来を、はい、堀に掘って、はい、丸裸にするという、はい、まあ、そういう企画になっております。はい、よろしくお願いします。MC なしで、はい、大丈夫ですか？はい、今でも言っててください、ね、カットがあるもうカットはないっていう、編集しないっていうのが僕の売りなんで。あ、そうなんですか。どんどん伸ばしてくる。このまんま。そうですね、はい、まずはその北海道出身、はい、高峰智樹君、地元はどこなんですか？札幌です。札幌、はい、じゃあ両親が札幌です。兄弟は何人？3人兄弟の末っ子です。末っ子気質だよね。もうめちゃくちゃ感じるもんなんですよ。よく言われます。俺は分かんないですけど、すごい洞察力というかさ、はい、俺も成功なんだけどね。なんかそのいろんな人見てんなーとか、してかこれしちゃまずいんだな、ある程度のラインを聞くところのさ、はい、器用だなーとか言いながら、まあそういう、まあそれはすごい智樹のいいとこだなっていうのは感じてて、子供生まれた時からでかかったんですか？いや全然ずっとちっちゃくて。生まれた時だよ。生まれた時何グラムとか？いや、あ、覚えてないですね。3000何歩だっけ。3000あれば十分でかいよね。あ、そう。あ、じゃあでっかかったかもしれない。でかいね。はい。その中でサッカーを始めるきっかけ？きっかけは5つ上の兄の影響で、うん、まあ、いつも兄に連れられて兄の練習場に来たんですけど、まあ、自分はまでは、まあ、ちっちゃかったんで練習とかはできなくて、まあ、砂場とかでサッカーやってる。砂場でサッカー？おかしい。砂場でやってました。だからもうフィジカル。今のその強靭な肉体ができたのはその砂場に枝を立てて、今プロをね目指す子供を持った親御さんにヒントが一つ。いや、砂場に木の棒を立ててそこにボールを蹴るっていうのだけは覚えてます。砂場に木の棒を立ててボールを蹴る、そう、そこに向かってボールを蹴るっていうのだけ。まあ、近くに住んでたわけじゃないよね。そうっす、はい、そんなことはないですけど、公園の砂場でいいんですね。まあ、公園の砂場だって。いや、でもなかなか公園に砂場もないもんね。確かに、そうっす。でも、それだけは覚えてますね。まあ、でも本当ちっちゃい頃、それだけは覚えてます。兄と一緒になんかサッカーを見に行ってた影響で多分始めた、いつの間にか始めてたって感じですね。正式にそのサッカークラブに入ったのは何歳？正式にサッカーを始めた年？少年団に入ったのは1年生、小学校1年生。7歳か。そうです。8歳か。7歳。6、6、7、あ、7歳ですけど、はい。そっから、そう、そっから。なんていうクラブに入ったんですか？網走市。サッカースポーツ少年団。網走市？網走市。札幌ちゃうやん。いや、天気貴族だったんです。あ、天気貴族。天気貴族で、はい。札幌は網走、札幌みたいな。はい、はい、そうです。そこでサッカーを始めて、はい、もう始めた時から楽しかった？そうですね、小学校で始めて、でもやっぱすぐ上の学年行ってたかもしれないですね。確かそういう能力があったわけね、はい、お兄さんも結構優秀だったんですか？そうですね、まあ選抜とかは多分行ってたと思います。小学校、中学校、高校では辞めちゃったんですけど、行ってたと思います。そして網走の次は？網走で小学校2年生まで行って、小学校3年生のタイミングで札幌に転勤してきて、で、その小学校3年生の時は札幌の少年団入って、4年生のタイミングでそのコンサドーレのジュニアが始まるんで、はい、そこを…そこでセレクションとかと。そう、セレクションを親に無理やり受けさせられたっていう。ジャニーズのくだりで本当に親に無理やり行かせられて、あ、自分では行きたく別に興味なかったんだ。そう、全然あの友達が何が黒の選手だと、はい、いや、それはまだ知らなかったんだよ。知らなかったね、はい、でも網走にいた時に
その札幌に行くんだったら、あんまり山尻にいた時ってなんか言うとなんかちょっと刑務所的なイメージ。いや全然そういうことじゃない。全然違います。はい。網走の、はい、網走行った時に高知に札幌行くなったらコンサドーレとかやっぱいいんじゃないかっていうの言われてて、それを親が覚えてたみたいで、4年生のタイミングでセレクション決めました。4年生になるタイミングで、はい、一発合格ということで。そうです。その当時一緒に選手だった選手が今プロで一緒にやってるとかは、あ、いないですね。そういうサクセスストーリーはなしね。ないです、自分っていうのもないです。その時の当時のその、まあみんな選抜で集まってくるチームに入った時に何か感じたこととかあったんですか？まあ自分で言うのなんですけど、どっちかっていうと小学校の時は何もしてなくてもその上の、まあサッカーが上手い方だったんで、そのセレクション行った時ももう行ってすぐそのジュニアの方に呼ばれましたし、練習の方に来てくれっていうのを呼ばれましたし、その差を感じたっていうことはなかったですけど。ずっとエリートと小学校の時だしね。小学校の時はそうですか。俺はヴェルディユースジュニアに入った時はサッカーつまんなかったね最初。そうですか。まあみんな天才が集まってくるんですよ。そしてまあ今まではもう一匹狼というか、そしてもうなんか急に勝たなくちゃいけないとか失点したらね、もうみんなもう口の悪さは確かに確かに抜群に口の悪いクラブだったんで、みんな間違いない。なんかサッカーとしてあんまり面白くないなっていうのを感じたのがあって、それはなかったんだね。そういうのは なかったですね。まあ、レベルほんと高かったんで、北海道ってやっぱ敵はいなかったんで、その中で悠々と何もプレッシャーもなく、ね、はい、やりたいよ。ボスとして。いや、ボスじゃないですけど。でもそこから小学校から中学校に上がる時にも選別されるわけ。あ、そうです、そう、選別されます。でも、まあ、さっきそういえば思い出したんですけど、その菅とかはずっと一緒にやってます。1個下ですけど、学年は。小学生から。はい、小学校からずっと一緒にやって、高校まで。すごいよね、菅もね。いや、菅、本当すごい。いや、まあ、菅もすごいところにいるよりも、その、なんていうか、アカデミーから上がっていって、今、実際このチームでやってるっていうのが羨ましいね。ジュニアからっていうのは、すごいよね。その当時のコーチとかも覚えてる？覚えてます、覚えてます。どこ？覚えてます、本当に覚えてる。いや、名前を聞かないでしょ。いや、本当に今でも連絡取ったりする。取ってる。はい。え、それで中学校に上がる。はい。そしてその中学校ってどういう過ごし方をしてるの？全然通勤圏内だったの？練習は。いや、練習、あ、まあ、でもあの、コンサドーレ、札幌駅からバスが出るんで、あの、無料のシャトルバスは。それに乗っていってたんです。それもみんな知ってる人も珍しいの、知らないもん、ね。あ、そう。基本的に学校終わって何時から練習が始まるの？いやー、5時半、5時あたりですよ、確か。5時半。から2時間ぐらい、仮日？仮日です。はい、でも、そうですね、中学校は5時とかです、はい、そこで放課後はない生活を送るわけじゃん。まあ、そうです、本当そうです。でも、まあ、週1回の休みは、まあ、はい、そうですね、週2回ぐらいしてから、中学校は。そこの放課後は楽しかったね、やっぱね。まあ、でもそうですね、確か外で遊んでるの多かったかもしれない、サッカー、うん、まあ、でもゲームも好きだったんで、ゲームもいっぱいしてましたけど。もうそういう世代だもんね。はい。当時と俺が年としては今年24、はい、年でしょ。13個、13個、一回り以上だもん。そうそう、一周と別に話も合わねえよな。いや別に、そんなことないですけど、ジェネレーションのやつはあるかもしれない。無理して合わせてくれてる。いや、気遣ってくれてる。全く気遣ってない。もう俺もいじられ尽くしてるんで、確かに。本当にいい加減にしてもらわないと。こんな、他は見たことないから分かんないですけど、珍しいっすね。一生懸命頑張ってますよ、おじさん。合わせてくれてる。大変ですよ。この中学でのそのタイトルとかあったんですか？大会とかいっぱいあるわけです。中学校は、まあ、全国ベスト8とか8が最高だったと思います。もう1年の時から3年生に出てる。いやいや全然、1年生の時は普通の1年生チーム、2年生でも、まあ、上に行ったり行かなかったり。小学校の時はでもそうです。一生上の学年は当然ですけど、その時なんか焦りとか。中学校で初めて本当何も考えずにただサッカーを楽しんできただけだったので、その考えてきてた人というか体が大きくなってきた人たちに負ける展開が増えてきたっていうのは中学校でちょっと認識し始めたって感じです。やっぱその小学生から中学生に上がるときの体の体格差ってすごいもんね、うん、本当に。まあ高校に上がってもそうだろうけど、うん、そこで何をあこのままじゃっていうのが、それともまあ体格が追いつけば大丈夫でしょうとか。いやいや、結構焦りがあって、
で中学校3年生からそのユースに上がるタイミングでその監督からまあユースに上がるみたいなそういう面談があるんですけど、そのタイミングで自分は保留にされて、すごい、はい、うわこれやばいなと思って一回高校の練習参加も行って、あ俺このままだと終わっていくなっていうのはちょっと思ったことはあります。その保留にされた時どういう気持ちだった？あ、いやでも本当にでもジュニア正直で正直でジュニアエースの中だったらまあ上手い方だったから、まあ、上がるだろう、どこ見てんだよ上がるだろう、さあ上がるだろうと思ってた中で保留にされたんで、おもしかと思って、でも確かに俺より上手いやつは何人かいたんで、あ、まあ、まあそうだよなっていうのはちょっと思って、焦りは本当ありましたね。練習参加行った時なんて本当に焦りました。ちなみにどこの高校？あ、札幌の高校だけ？札幌大谷、はい、道内だけです。でもそこに行くつもりはなかった、なかった、全然なかったです。試されてんのかなと思いました。保留にされてそこまで読んでたの？いや、大人の心を。いや、分かんない、疑いが半端じゃないもんあれ？あげないのいいのあげなくてみたいな行っちゃうよみたいな、はい、そしてまあ無事、まあ、試され期間が終わって、はい、保留が終わって、はい、上がれるってことになりました。その時はどういう感じだったの？安心したのか、まあ、そっからだなっていう、まあ、安心した気持ちがあったかもしれないですけど、でもやっぱどんどん小学校の時はもう一番だったんで、ずっとそれが覆されてきたっていう焦りがちょっとありました、ね、じゃあもう中学3年生のその進路の時期に焦りを感じた？いや、ありました、めちゃめちゃありました。代表行ってるやつとかもいたんで、今まで俺より下だったっていう言い方あれですけど俺の方が上だったやつにどん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 抜かされていったんで、まあ、焦りはありました。その中でユースに行くってことは他の高校にも行かなくちゃいけないよね。そうそうそう、それは普通に一般受験、普通の受験で頭で、はい、嘘つく、嘘ついてる、いや本当に頭で骨とかないよね。いや全然北海道ないしかない。いや北海道そんなないっす、平等だね、はい、してそこからまた高校に入りました、はい、その3年間っていうのはどういう感じなんですか？そこ、うん、その3年間で、まあ、高校1年生は最初 B チームで、まあ、高校2年生のタイミングで A チームに上げてもらって、まあ、すごい試合に出る機会もすごい多くて、まあ、右サイドハーフだったんですけど今とは違う、全然プレスタイル違う、ドリブラーでパスでみたいな感じだったんですけど、そこですごい、まあ、活躍もして、まあ、このまま行ったらプロになれるだろうっていう、そういう感覚ではサッカーしたんですけど、まあ、プロを意識したというかっていうのはどうなの？やっぱりカテゴリーね、やっぱりそういうプロの下部組織でやってればプロを、ね、身近で感じられるっていうのが。そうですね。で、まあ、ジュニアの頃からまあこのままこうトントン拍子でいけばプロっていうの、なんか頭の片隅にはすごいあったんですけど、それが現実として近づいてきたのがやっぱ高校じゃないですか、うん、高校の次はもうプロだっていう。でもその中で高校3年間で俺はそのやっていくっていう自信がなを植え付けるまで努力ができなかったというか、努力ができなかった、努力というか実力がなかったっていうので、まあ、自信がなくて、なんかどっちつかずのプレーというか、まあ、迷いがあるプレーが多かった、高3の時はすごい多かったのかなっていうふうに思います。その中でなんか出会って、まあ、自分の人生の中で、まあ、大きい存在になったなとか、コーチとか、まあ、選手とか、まあ、学校先生でもいいですけど、もちろん周り両親の存在もそうだし、兄弟の存在もそうだけど、まあ、兄とかはやっぱり、兄もサッカーやってて、高校のタイミングでサッカーやめたんですけど、まあ、兄もそのコンサドーレだったり、クラブチームに入りたかったっていうのを言ってたっていうのを聞いて、親から。ああまあ自分っていうのは恵まれてるんだなっていうふうにはそこですごい感じたし、まあ自分プロっていうのは自分だけの夢じゃないというか、そういうのはちょっと高校の最後あたりですけど認識し始めたっていう感じではありました。はい、じゃあよりプロを意識したのはまあ最後の高校の本当に。でもその時トップチームの練習とかもできない、高校2年生のタイミングですごい呼ばれてて、そうですね、まあ、このままプロ行くのか行かないのか自分でもどっちつかずで分かんない状態で、まあ、高校3年生になったタイミングで
そして大学に練習参加行きたいっていうのを監督に言ったのを覚えてます。あ、トモキか。はい。そのプロに初めて練習出た時に、あ、こんなもんなのって思ったのがすげえと思った。まあ、その時どう、高校2年生に行った時はすごい自分のプレーにも自信があって、まあ全然俺はやっていけるって、プロでやっていく自信があるっていう感じだったんですけど、まあ、高校3年生行った時はやっぱり自分の将来に対しての不安というか、そういうのがあったんで、なんかプロをなんかサッカーに対してなんかこう集中できてなかったというか、練習行ったからどうなんか感じるものがあったとか、そういうのはあんまりなかったような気がします。まあ、精神的にちょっと不安定だし、ね、うん、その高校年代っていう、はい、先の不安もあるし。そうですね。そして高校3年生の、まあ、進路の時に、はい、どういう感じで言われるの？あれ上がれないみたいな。上がれる上がれないな。面談があるわけでしょ。そう、あります、あります。それは監督なのかトップチームの その教官の方なのか。あ、いや監督でしたね。自分ユースの監督。そうす。自分がユースの3年生の時は四本さんが監督やってて、高校3年生の全国大会の時に監督が変わっちゃったんですよ。その四本さんがトップの方だ、はい、で、まあ、川口さんっていう監督に呼び出されたというか、まあ、面談があるんで、その時に。それは三者的な2人親もいる。いや、1人です。1人、はい、1人です、うん、呼ばれて、覚えてますね、マジで、うん、上がれないって言われて、その後、真駒台駅に親に迎えに来てもらって、車の中でなんか泣いた記憶あります。お、泣いた記憶がある。まあまあ、みんなそうだよね、はい、まあ、俺も泣いたしね、その上がれなかった時は、はい、まあもちろん上がれると思ってた中で、はい、そこで、どう、夏頃でしょ、ちょっとクラブユースが終わるぐらい。そうですね、クラブユース終わって、そうですね、9月とかだった気がします。そこでどう気持ちを切り替えていったのかとか、はい、何日ぐらいかかったの？まあ、でもそこで泣いて、まあ、でもしょうがないなっていうのは確か親にも言われた気がして、多分親的にはどっちかっていうと多分大学に行ってほしいっていう気持ちがあったと思うんですけど。それはなぜ？やっぱ、まあ、自分が親心を語るのはどうかと思いますけど、やっぱ安定して、まあ、プロが終わったら何もなくなるんじゃなくて、大学で教員免許だったりとか、そういうのを取得してほしいっていう思いは多分あったと思うので。そうだよね、まあ、はい、そのサッカー選手を夢見る子供を持つ親として見ると、はい、まあ、慣れる人なんてね、はい、もし OK 出して慣れないこともあるわけだし、はい、まあ、僕も親になってみて初めて、じゃあ自分の子供がサッカー選手になりたいなと思ったらやめてくれっていう人もいや、本当安定はしてないですからね。その1年で絶対切られる可能性はないわけじゃないですか。何があるか分かんないから。まあ、親心としては多分大学に行ってっていう気持ちがあったと思うんで、まあ、でも自分としてもやっぱ、まあ、さっきも言った通り高校からプロになってお金稼ぐみたいな自信は 100% あったわけじゃないんで、まあ、切り替えは案外すぐできたかなっていう。大学行って頑張って、まずその夢を持ったじゃない、はい、ちょっとその先の話はちょっと一回置いといて、はい、その夢を持った中でさ、まあ、僕だったらサッカー選手なんて金持ちになりたいとか、うん、親に楽させてあげたいとか、はい、でっかい家に住みたいとか、はい、いい車を乗りたいとか、モテたいとか、うん、まあ、そういう、まあ、子供ながらのね、はい、そういう夢があると思うんだけど、そういうなんかなかった、何かあった？夢、あ、さ、いや、サッカー選手になるんだっていう。いや、全然、本当、なあなあなにサッカーやって、まあでも、負けるのは嫌だから、頑張るけど、別に先に対しての目標とかは何もなく、うん、ただただサッカーをやってたっていう。ただただ一日一日を一生懸命やって、成長していった先に夢があると。はい、じゃあ、J リーガーになるっていうのが夢だったってことだね。そうだと思います、その時は。高校の時は本当そうだと思います。そしてそこから、プロに上がれません、はい、じゃあどうしよう、辞めるか大学か、まあ辞めるっていう選択はなかった。なかったです、まあ、大学に、大学に行く、はい、大学に行ってサッカーしよう、あの名門大学、こ、ね、国立筑波大学、あれどうやって入るんですか？これですか？いや全然違います。あの裏金ですか？いや全然違います。筑波大学も今ないですか？ないです、ないです、はい、まあ、サッカーと小論文と面接です。やりましたね、小論文、毎日。小論文って俺、まだ人生で一回も書いたことないんだけど、はい、
どういう作文？いや、テーマ覚えてないですけど、序論。あ、テーマは出されるテーマ出されて、それについて書く。例えばどういうテーマ？いや、覚えてないですけど、なんか、どういうのだろうな。いや、ちょっと覚えてない。高卒がすごく多い世界じゃない？はい、そうですね。彼ら、僕もそうですけど、はい、そこ通らない世界なんで、すごい興味あるんですよね。はい、なんか、これについて思うことを論じる、なんか、例えがあんまり思い浮かばないですけど、作文とかの見て感想とは違って、自分の考えをまとめて、説明して、分かりやすく提出するみたいな。ちょっとすみません、テーマ出てこないですけど。してそれと面接ですね。面接ってどういう感じで面接するの？面接は自分は4対1の面接で。4対1。はい。4対1。大人4人。子供1人。はい。ボッコボコだね。論破されるわけじゃないよね。そうですね。質問されて。大学です。生年月日はとか。いやいや、全然。そんなレベルじゃない。はい。自分、体育だったんで、筑波の。面接の練習で、高校で。体育だから、声を大きく出した方がいい。先生に言われて。本番で高見智樹ですみたいな18歳言ったら、ここそういう場所じゃないから筑波大学1個上行ってて先生やめてくれよ余計なアドバイスするのな。いや、バイト面接じゃないんだからあ、そうなんだと思ったけど、いやでもその先生のおかげで本当入れた。いや、先生のおかげじゃないし面接練習は本当にその先生のおかげで入れた。あ、本当に。いや、そういう場所じゃないかって言われるしね。いや、びっくり、それはちょっとびっくりしたけど、逆にそこでね、はい、先生の心を掴んだ可能性もあるかもしれない、はい、でもラッキーだったのが、自分監督、筑波大学の監督が面接官で、ちょうどもうちょっと楽でした。楽というか、まあ、練習参加した。じゃあ、まあ、いろんな捉え方ありますけど、まあ、練習参加とかしてて顔見知りだったんで、大丈夫ですね、そこに。あ、全然手は入ってない。入ってない。全然変わってない。全然ちゃんと正式に入りまして、はいはい、やっぱりそのクラブチームとその高大連とか大学、うん、俺ベルディユース以外でプレーしたことなかったから、はい、どうだったんですか、その大学。大学はやっぱり自分次第っていうのがやっぱ一番すごい感じるというか、その練習場から家もすごい自分近かったんで、うん、24時間使える体制なの。ほぼ使えますね、空いてたら。だからユースとかだと練習場までどうしても行って、ね、帰ってって、なんかすごい時間かかっちゃうんですけど、まあ、筋トレするスペースもすごい十分ありましたし、その一日をサッカーのために使えるというか、そういう環境では。今の方は勉強はしてないってことでいいですか？いや、全然単位は一個も落としてないです。単位を落とさず、ちゃんとサッカーに 100% 集中して、はい、当たり障りなく、ね、成績を取って。羨ましいわ、勉強してきた。勉強したんですよ。でもその4年間でさ、やっぱりいろんな、まあ、今 J で活躍する、まあ、もちろん海外に行ったような、まあ、もちろんオリンピック世代だからさ、はい、そういう選抜やら何やらいろんな選手だったわけじゃん。その経験っていうのは、いや本当にすごい、結構メンバー的にも揃っていたというか、天皇杯でもなんか、ね、天皇杯でもベスト16、はい、J1 そうっすね、3チームしましたもんね、はい、すごい。自分が1年生の時はもうましたそうなんですか結構旋風巻き起こしてましたけど起こしたね、全然ニュース見ないんでね申し訳ないけど、自分が1年生の時とかは全く試合出れなくて、本当にもう自分がそう、4歳年上だからね。まあそうですね、そんな簡単な、ね、はい、ちょっと時間はかかるよね、はい、でもその筑波大学のサッカー推薦が少なくて、うん、5名しか飛んだり、1学年、はい、だから推薦だけだったら20人しかいないんですけど、そうやったらまあ試合に絡むとかはあってもいいと思うんですけど、ベンチにも入れなかったんです。時は全然ありましたね。自分の他の4人は全然試合スタメンでいたりベンチにいたりしてた中で、自分だけは出れないみたいなのはありましたね。レベルが高かったなって思います。その時にいた選手が三笘、プロになった選手は誰ですか？結構いますね。三笘、中野誠也選手、今RDJにいるんですけど、あと北川修斗さん、豊島幸郎さん、あのレースに西澤健太さんだったり、鈴木大成、鈴木徳馬、小笠原圭介とかいっぱいいますね、本当に。あと山川哲司、同期だった山川哲司、阿部光と、多分試合出てた人はほぼプロになってるんじゃないかなと思います。
まあ今僕らの時代ぐらいからちょうど大学卒業した選手がプロでそのまますぐ活躍できるっていう流れだったから、うん、特にねこのオリンピック同士は当たり年って言われてたし、全員ねほぼ J リーグの各チームで出てましたね。オリンピック世代の選手が、そうですね、活躍してたイメージがあったから、まあ大学もありなんだなと思いながら、そのじゃあそのもしトップチームに上がれます、うん、でも大学もっていう選択肢で迷ってる人って多分今高校生でいると思うんだけど、それっていうのはまあ経験した、はい、人間としては、まあそれを自分の卒論で書いたんですけど、お卒業論文で、よく卒業できたね論文書いたんですそのプロサッカー選手を目指す育成年代の方がその進路決定をするときになんかどういう指標があれば助かるのかなっていう提言研究みたいなのをしたんですけど、まあ、J1 だったりとか J2 含めその上のカテゴリーでプレーできるチャンスがあるなら高卒でプロになっても、まあ、自分としては平均その現役年数だったりも長いっていうのもありますしなってもいいと思うんですけど、その J3 だったりっていうのを高卒で考えてるんだったら大学に行って J1 だったり J2 を目指してやるのもありなんじゃないかなっていうふうにはそのデータ的には言えますけど、まあ、結局、まあ、自分データ的にはどういう感じなんですか。データ的になった選手でいなくなる選手がすごく多いって。やっぱりその現役年数やっぱ J3 とか、まあ、特に即戦力が求められるじゃないですか、うん、J1 とかだと育成してって何年か後にこう出てもらうみたいなのを考えるかもしれないですけど、うん、J3 とかだったら育成というお金の部分もありますしっていうところで確か J3 だと 4.6 年ぐらいしか現役を続けられない高卒とかだった場合っていうのが出てて、 J1 だったら 9.1 年ぐらいで倍ぐらいの差があって、そしたらまあ 4.6 年で現役引退しちゃうんだったら大学で4年経験して上のカテゴリーでプレーした方がいいっていうのはそのデータ上は出てますけど、でもその例外っていうのは必ずあるわけで、 J3 から上に上がっていくっていう選手が、だから結局は自分次第ですけど、うん、でもその自分次第っていうのもさ、やっぱり俺もこの長い選手生活やってて自分のことをちゃんと理解してない人、まあ自分の課題がこうで、じゃあどうやったら克服できる、じゃあどういう練習をしよう、これがダメだったらじゃあ違うものをトライしようっていう自分のことをちゃんと正当に客観的に評価できる人間っていうのが残ってると思うんだよね。確かに。でもその能力ってまだ高校卒業した時に、うん、俺はない選手だって、俺だっていやでもプロになったら当たり前でしょみたいな、そんな連中が何千万もらってんのみたいな、もう1年目から1億じゃないぐらいのそんなテンションで言ってたからだからそういうなんて言うんだろう、まあ出会う、うん、チャンスというかさ、うん、運というかさ、はい、正当に評価してくれる人がいるってことは大事だから、そこってどう思う、自分で判断できない子に対してもさ、はい、確かに難しいよね、そこ、はい、だから俺もやっぱりそういう意味で大人の役割ってすごく大事だなと思うし、やっぱり本当に子供の可能性を消すのも生かすのも大人だから、そんだけの責任を持って僕も、まあ、将来育成に変わることがあるんだったらそう接しなくちゃいけないし、そんな自信がないんで多分育成はやらないんですけど今そういう仕事をやっているね、まあ、同年代も多いから、はい、もちろん自分の人生もあるかもしれないですけどそこで適正なちゃんと正確なアドバイスをもらえもらえないだけで人生って変わるんだなぁ、そういう意味では環境とかってやっぱ大事だと自分でも思うんで、まあ、自分その大学の場合だと、まあ、上の学園に豊島さんだったりとか、まあ、監督もそうですけど、すごい人間性というかそういうところに優れた監督とか、まあ、先輩方も同期がいて、まあ、そこに触発されてというか、まあ、自分このままでいいのかなとかそういうのを考えさせられる機会っていうのがすごい多かったので、筑波大学含めて経験してきたその環境っていうのは、だから、まあ、子供自身で環境を選ぶっていうのは結構難しいっていうところは必ずあると思うので、まあ、そこら辺は本当に親に感謝しているというか、そうね、のは今思えばすありますね。
して4年間で大学の選抜とか入って、そうっす、そうっす、海外とか行って、はい、海外の大会も出るもんね。そうっす、ユニバーシアード。初めて海外のサッカーというか海外を触れた年っていうのは何ですか？高校1年生の時にそのコンサドーレの高校、自分が中学3年生の時に高3のユースの選手がクラブユースで、ね、優勝して、その恩恵というか次の年に高校1年生その世界大会ゴシアカップっていうのになんか招待されて、スウェーデンの大会だったんですけど、うん、それが初めての世界を経験したわけ。初めて世界に触れた時何を感じたんですか？でもその時はまあすごい大きな大会であったんですけど、その有名どころのチームというかそういうのがあんまりなくて、すごいトントン拍子で決勝まで行って、まあ、決勝は負けちゃったんです。負けたんか。負けちゃったんです。トントン拍子言ったの？ウガンダのチームに負けちゃって、ウガンダのチームに。で初めてそこで黒人の選手だったりとか、すごい今までやってきてこなかった選手と言われて、うわ世界ってこんなんなんだっていう、ちょっと、まあでもまあ、初めて触れたんですよ、はいはい、大学でも大学選抜みたいなので海外に行く、はい、まあ自分が初めて選抜呼ばれたのが3年の最後だったんで、怪我がすごい多くて、選抜呼ばれるタイミングで怪我して。どっ怪我すんのお前は？足首とか、ね、足首、膝。足首、膝。人を削りすぎて。いや全然自分で。自分だけ怪我してない。自分で怪我してて、で、そうす、大学3年生で初めて呼ばれて、そこからユニバーシアードの世界大会に行ったんですけど。まあ、大学3年生で？はい、大学3年、まあ、その前から呼ばれてたんですけど、行けなくて、行けなくて、本当に行けなくて、で、まあ、運もあって、そのユーバーシアードに行けることになって、初めて日韓戦というか、なんかちょっと違いますよ、普通 の, あのチームとやるのとは。そういうのも経験できたのもすごい良かったです。そして、高校3年、4年ぐらいかな、その他のチームからオファーが来たりし出すのはみんな。そうですね、大学に出すのは3年、4年、3年で大体ザーツいきます、ね、そうだよね。下手すれば2年ぐらい、ね、いや、本当に2年で出て、2、3年が重要っていうのは、自分たちで結構思ってました。いつ頃から多分親御さんとかはさ、はい、今多分高校生とかでも代理人さんが売り込みに来たりとか、見させてくださいみたいな、そういう活動が来る中で、そういう話っていうのは何歳ぐらいから来てた？代理人とかですか？代理人とかは大学3年生あたりかな。あで、まあ、先輩を通して、でその大学生の時契約するってこと？いや全然、ただ話だけ、はい、それだけです。全然契約とかはなかったです。ちょっと具体的にそのオファーが来だしたのは、友博氏は正式なオファー、正式な大学3年生の2月後半ですね。2月後半、あ、じゃあ4年生になる、ね、直前練習に来てみたいですかじゃなくて、あ、それオファーはそう、正式なオファーは来期、はい、練習参加とかは3年生とか2年生で終わった、うん、言える範囲でその正式オファーは何個あったの？いや全然コンサしかなかったです。へえ、はい、なんか後々聞いたらどっかはもうあったみたいな話はありましたけど、全然コンサ以外なかったです。でもコンサより先にタクルにオファー出してる。タクル早かったの？タクルマジ早かったです。試合やって、あいつも本当にね、いや本当すごいですよ。タクル大学2部だったっけ、彼は最初トリーグだったみたいですね、その練習参加来た時は。で、2部に上がって、で、俺全然知らなくて、誰だよみたいな、タクルも、ね、知らねえ。大学会でも別にそんなに全然、なんか選抜とか選ばれてたみたいなんですけど、全然知らなくて、誰だよみたいな。でもさ、そのオファーが来た時にやっぱり高校の時は振られたわけじゃん。はい、でも、ああ、いかがですよね。いや、まあ、まあ、大学1年生のタイミングで、その監督と面談して、筑波の。まあその時はコンサドーレも J2 だったんで、その、コンサドーレを目指すんじゃなくて、J1 のもっといいチームを目指すようにやっていかないとダメだよって話をしたのを覚えてて、でも自分がその大学、進んでいく中でコンサドーレもその J1 の上位のチームに入ってくるチームになってて、監督変わってね、監督変わって、はい、でその自分が目指すチームにコンサドーレもなって、
っていうところでオファー来て行きますっていう。でも練習参加も来たもんね。練習参加も来ました。でもそのコンサドーレがオファー出す出さないみたいな、なんかちょっとどっちか分かんないみたいな時は別に出してもらわなくても僕は行くんでみたいな感じでありました。それ言ったの？いや言ってないですけど、ともきさんには、まあ、そんな感じでした、ね、鈴木さんには。いや行くんで、いいですよ出さなくて。いやもう出さないんだったら出さないんで。いや言ってないですよ。はっきりしてくれと。こっちもこっちの事情があるから。そうそうそう、ユースだったんで、やっぱ他のチームもなんかオファーしづらいのかなと思って。その当時は別に代理人さんから来たわけじゃなくて、チームチーム、はい、チームから君、はい、なんで出さないで出さないでもう早くしてほしい。そうだよね、はい、まあその時期も、まあ、自分も焦ってるし、ね、いや本当焦りますもん。そうだよね、はい、してその4年間を見て札幌と契約する、はい、して地元に帰ってくる、うん、その時の、まあ、プロスタートラインだよね、はい、立った時の気持ちというか、はい、まあ、正式に決まった時のその気持ちっていうのは、まず誰にも伝えたの、まあ、まず最初は母親。いやいや彼女じゃないです、母親です。母親母親に伝えた気がしますね。電話で、はい、お母さんなんて喜んでましたね。でもなんか落ち着いた感じではあったと思うんですけど、そんな感情をこう出すタイプじゃないので、ね、よかったね。多分電話切った後ないですよね。でも多分すごい喜んでたと思うんですけど、うん、まあ、伝えてっていう感じではありますね、最初は。その時の気持ちとしてはさ、達成感なのか、こっからやっとスタートラインだ、4年遅れたスタートラインだなのか、まあ、もちろん年下一つ下の菅がね、はいはい、もう試合にも出てて、まあ身近な存在の大学の同期とかもみんな頑張ってたわけだし、どういう感覚でそのプロの契約っていうのを勝ち取った感じは。まあ、その大学2年生の時に試合に出始めてボランチとして、で天皇杯だったり、その時リーグ優勝もしましたしっていう中で試合出てて、まあこのまま自分が努力し続ければプロになるなっていうのを 2,3 年のあたりで感じて、で、まあ、プロになるっていうのはもう大前提として、プロ1年目で活躍するためにどうしたらいいかっていうのを考え始めたのが 2,3 あたり。それ誰の影響とか？いや、もう自分で感じて、そう、自分で行動した感じ。そうですね、まあ、でも同期に三笘だったりとか、まあ、山川阿部、すごい能力の高い選手がいて、まあ、代表も行ってましたし。三笘選手はどんな性格なの？なんか、いや真面目、オーバーフェイスなイメージだから。あ、まあそうですね、でも真面目。喋るの？めちゃめちゃ喋る。ギャグとか言う？ギャグとか言わないですよ。でもつまんないって言われてましたけど、でもめげないめげないね。仕掛けるタイプ。仕掛けるタイプと一緒ね。なるほど、そこはめげなくて嬉しいわ、はい、そういう感じでしたよ。でもやっぱり近くにそういう存在がいるって大きいよね。いや、本当にでかかった。今でももちろん相談とかするでしょ。相談っていうか、まあ、電話、4人で電話したりしますよ、テレビ通話。すごい同期の存在、本当に大きかったなと思います。まあ、今はその、各々ね、違うチームにいた中で、はい、でもまあ、今俺意外だなと思ったら、コンサ変わるしかなかったんだって。ああ。まあ、探しても、早めに契約したからっていうのもあると思うんだけど、はい、どういだなと思って。まあ、まあ、なくても来てくれてたと、まあ、あっただろうけど、はい、思いますけど。でもそこで、いや、もうちょっと違うチームがあるとは迷わなかったけど、すぐ即決しましたね。初めてコンサドーレの練習に来た時 その感じたこととかは何やろ、レベル高いな。最初こう、まあ、大学3年生か初めて来たのがそのぐらいで、もう2社の後だったね。そうそうそう、全然なんかワンタッチリターンの人のゲームとかあったじゃん。 あるじゃないですか。あれだからね、あれ恥ずかしいね。できるわけないじゃんみたいな思っては感じましたね。すごいレベル高い。で、サッカーに対してもう真剣に考えてたゆえに感じた部分はあります。そしてとうとう札幌帰還ということで、はい、プロに契約して、はい、4年越しのやつ契約してくれて、はい、嬉しかったですね。まあ、地元でできるって羨ましいんだよね。俺、はい、も地元でできてないからさ。あ、そうです。一回も地元でプロになったことないし、地元でやってるっていう感覚どういう感じなの？いや、やっぱ家族もいるじゃん。家族いる、友達もいるんで、はい、もう全て知ってるわけ。いや、本当そうっすね。いや、本当になんか友達とか自分のことのように喜んでくれるというか、まあ、本心かわかんないですけど喜んでくれるし、連絡もくれるし、
で何かあったらすぐ会ったりだとか、すごい支えてくれるというか、すごいいつもの自分でいれるというか、そういうのはすごいあると思います。やっぱどうしても地元じゃなかったりすると、サッカーのコミュニティだけというかでしかコミュニケーション取れなかったりすると思うんですけど、まあ、自分にはその地元のコミュニティだったりとかもあるので、そこはそうだよね、はい、まあ、本当に子供の小学生から入った、はい、ね、そのトップチームになるっていうのは羨ましいなっていう思いを、特にこのチームはすごいユースの子が多いじゃん、めちゃくちゃ羨ましいですね。そしてプロになりました、はい、契約して、うん、して初めての給料が入るのは 3月です、3月末か、末初給料、確か3月末、もちろん全額ね、なんかあとは契約金みたいな支度金っていう制度がある、もちろん全額はもちろんね、今までお世話になった両親に全額車の方にほら行きましたけど、ちょっと親にそれと別に自分の給料もあったんで、あ、まあ親に、はい、あとお金事情とか気になる、まあ、親としては、はい、野球選手なんて契約金で1億6000万とかやばいっすよ、ね、あるなぁと思ったから、ね、サッカー選手は結構ね、マックスがあるもんね、はい、そう考えたらもう気持ちいいですけど、もう一般的に見たらすごい多いんじゃないかなと思いますけど、はい、でもまあその、まあ、そういう給料の出どころというかさ、はい、俺なんてもうそんなことお前の年代、高めの年代の時なんて考えてなかったけど、はい、このコロナをきっかけにね、うん、やっぱり当たり前じゃない、もうもしかしたらチームが潰れるんじゃないかっていう、スポンサーも全部出ちゃったら何もできないわけじゃん、それを君が1年目に、ね、経験できたことってのは多分今後のサッカー人生ってすごい、うん、あのプラスだと思うんで、そしてやっぱりスタジアムが満員で、うん、みんなが声を出せる環境っていうのもあまり経験してない、その中でやっぱりサポーターが来てくれる、ユニフォーム買ってくれる、チケット買ってくれる、スポンサーのお金出してくれる、それで自分があるんだっていう、そういう仕組みを痛感させられたというか、本当そうです、そういう意味では本当に、まあ、サポーターへの感謝の気持ちだったり、あの人たちを喜ばせたい気持ちだったりっていうのを1年目から強く感じれたっていうのは、しかも地元じゃん、はい、それは本当に大きな財産になるんじゃないかなと思います。いや、まあ、コンサドーラの社長だったりとかも経営が難しいっていうのも選手たちにあんま感じさせないような体制だったと思うんですけど、まあその中でその、まあ、サポーターの方、まあ、ツイッターだったりとかそういうのを見て、まあ、サポーターはやっぱコンサっていうのがサポーター その生活の一部になってるっていうのをすごい感じて、まあ、この方たちのおかげで自分たちがサッカーできてるんだなっていうのはすごい、まあ、コロナ禍で余計感じる部分ではありました。だってサッカーの方って別にいいもんね、はい、サッカーって死んじゃう人なんて誰も嫌だよ食事とかね、はい、家がなければ話は変わるけど、はい、それでもみんなが必要としてくれたっていうのは、はい、やっぱりこの街ってめちゃくちゃあったかいじゃん、うん、まあ、もちろん負けた時にね、まあ、そうそう、まあ、ブーイングしないことで有名だったけど、まあ、最近はされますけどまあでもそれはそれで別に当たり前のことだと思う、はい、そういう世界だと思う、うん、でも、なんて言うんだろう、本当に誇りに思ってくれてるというか、だからやっぱり僕たちもサポーターのことを誇りに思うし、やっぱりそれってお互い信頼関係だと思うね、うん、チームメイトもそうだけど、はい、そういう俺もこのチームに来て4年目だけど、なんか一番、まあ比べるもんじゃないと思うんだけど、うん、すごいこのクラブが大好きだし、街が大好きだし、はい、そういう意味で今は幸せな時間を過ごせてるんだけど、まあ、その中で、まあ、ちょっとお金の話をすると、はい、現実問題、はい、あれプロってこんなもんなのかなっていうのか、はい、うわこんなお金いっぱい入ってきたんだと思うのが、はい、どんな感じですか。うーん、バイトしたことあった。はい、あ、バイトしたことあります、あります。何したの。やめてよ。いや全然、高校のやめてよ高校 その大学行くまでの間、ああ、その高校高校終わって大学、そこでバイトなんだ。 間にちょっとバイト、そのホテルマンの仕事。そうだよ、マジですか。婚礼とかでサラダシとかして。マジでしてました。
18歳で黒くとかやってました。でもまあそれも数える程度。なぜ時間あるし。そうっす、時間あるし、ちょっと遊びたいし、ちょっとお金しちょっとお金しぐらいの感覚。え、大学入ってからはバイトはしてない。大学入って1回しましたね。丸亀やめてよ。丸亀せんべい。いや、全然笑うことじゃない。丸亀せんべいやりました。ハワイでは大行列だから、ね、あ、そうなんです。すごい並ばなきゃ入れないから。やりましたもん。マジっすか。俺麺苦手だから。あ、マジっすか。麺苦手なんです。しましたね。じゃあ作ってたってこと。はい、ちゃんと。はい、湯切って湯切って。まあ、あと少年作家教えてそのつくばとして、そういうの活動があったんで、まあ、それ一応お金出るいただけて、はい、そのぐらいですね。でも全然そのもう全然やってないです。じゃあ一応社会には触れてたわけだね。まあちょっと違う趣味な。もう俺はまだバイトしたことないから、はい、本当にちょっとだけですけど数万円。いやでもそこで触れてる触れてないは全然違うからね。してプロになりました。はい、そうそう。まあ周りと比べるわけじゃないけど、はい、まあ、まあ大学を経験してるんで、うん、まあ大学だったら1ヶ月本当に5万円で生活してて、そのでも自炊とかはしなかったんで、外食でってなったらもう5万円が食費で全部消えていくんですよ、はい、なんでそれを経験してるんで今、まあ、こうやってプロになって試合に出てっていうところで言えば、まあ、すごいもらえてるなっていうのはありますけど、目指してるところがここじゃないんで、もっとっていうのがあるんで。畑峰君としてはその目指してるところっていうのは、じゃあ金額で言ったらどこなの。やっぱり奥。奥にも1億円15億円ってあるわけじゃないですか。まあそうですね。まずそこはあんま考えてないですけど、まあ奥は超えたいと。奥は最低の、はい、っていうのはあります。なんでまだ全然まだまだ。し去年初めて確定申告やったよね。あんまりみんなに知られてないけど、サッカー選手で自営業だから。そうですね。個人自営業、個人事業主として扱われてるから、はい、確定申告も自分でやるらしい。そうですね。それは税理士さんを雇った。はい、税理士さん雇って1年目から税理士雇った。はい。自分でやんねえか。俺最初は自分でやってたけどね。いや、っていう人いますよね、うん、そのやっぱちょっと怖くて、お金のところ、うん、何が怖かったの。その不正とかをさすが大学大卒。不正とかあって後で税務署とかに来られても困るんですから。俺は1億円稼ぐ言葉だからね。その過去に対しても何も。なるほど。なんでえ、じゃあ自分のお金を自分で管理してるわけじゃなくて、もう全部税理士投げみたいな。その領収書とか、領収書を貯めて税理士さんに、はい、お願いしてっていう形なんです。でも確かに自分でやる方がいいとは思いますけど、うん、もう今の流れとしてはさ、その、まあ、今回マネーフォワードとか、ああ、はい、あの会計ソフト、はい、クラウドで全部管理できる、はい、っていうのがもう今流行ってて、はい、流行ってていうかすごくそういう流れで、はい、まあ、世界的に見ても、まあ、お金と人生ってやっぱりね、まあ、ライフプランも、はい、マネープランも一緒じゃないですか、はい、だからそういう意味でどこまで自分で把握してるのかな。ああ、じゃ結婚した選手とかさ、いや全部奥さんだけです、うん、で将来的にそういうことってどこまで考えてるのかな。まあ一応そのプロになって計画みたいな、うん、その10年計画みたいな、うん、を大谷翔平君みたいなの。それはお金の10年計画。私生活とサッカーみたいな。私生活とサッカー、そのなんかさ本読んで。私生活っていうのは結婚は何歳でしょう。あ、全然違う。その貯蓄みたいな。お金の、じゃあ自分が欲しいものをプランみたいな。そうそうそう。でもそれは結構それを立てたのは最近なんですけど、その本を読んで、その充電計画っていう漫画しか読んでないイメージあるけど、いやなんか最近ちょっとその見てます。本は読んでますね。なんか啓発も自己啓発本だったりとか、そのお金のこととかはちょっと自分ちゃんとしなきゃなっていうのもある。読むようになって考えるようになりました。じゃあその収入が入ってきました、はい、じゃあこれは貯蓄の分、そこれは使っていい分、はい、それもちゃんと自分で考えなきゃなって思い始めました。それも税理士さんに相談したい。いや全然自分で、はい、そういうのを考え、その本の中に
そういうのを書いてたんで、こういう風にしてた方がいい。本で聖書みたいなね。一回そういうのため、なんか結構俺真似したいというか、まあ、そういうのあるんで、やってみたい。その本の通りにやってみようみたいなのはあるんですけど。でもそういう話はやっぱり同期とか多ければ多いだけ話するじゃん。はい、お前何乗ってんの？はい、すげえ時計つけてるの。ああ、はい。忙しいな。時計買ったらしいじゃんみたいな。もうそっぱ流れるじゃん。すぐ流れる。あいつ車買ったらしいよ。やばーみたいな。すぐなりますね。すぐなるね。前のチームの賞味期限いくらな。ああ、はい。絶対ない。だからその話はみんなしてね。まあそれに対して心境もらったり。いや、ほんとそうっすね。逆に、いや、お前そんなしかもらってないのって出演者だったり、はい、お前もらいすぎだもんね、はい、マシだろうね。いや、そうですね。もうそんなばっかりじゃん。はい、ほんとそうっすね。チームによって全然違ったりするんですよ。まあでもやっぱりお金っていうのはやっぱりある程度自分で管理して、まあそれはね、ちゃんとした自分が人生、うん、サッカー人生を削って得たものだから、まあ無駄遣いはしないでほしいし、うん、まあでも、好きなものはそうですね。ある程度欲しいものはモチベーションも、はい、それはありますね。してさ、代理人とかっていう話も多分今その、はい、サッカー選手を目指してる子供の親御さんたちがさ、いろいろ話が来てる人って多いと思うんだけど、つけてる今。はい、つけて。いつつけたんですか。それはプロになったタイミングでつけました。なったタイミングで。なったタイミング、はい。じゃあプロになった契約っていうのはその代理人で。あ、違いますね。それは自分でやったんですけど、そのプロになって3月キャンプのタイミングでつけました。その、はい、これから先のことを考えて、そう決めました、はい。何人ぐらいの代理人から会って話したのかな。3、4人くらいかな。4人ぐらいだと思います。はい、人。しその中でその人を決めた決め手というのは、まあ一番その、まあ、熱量があったというか、それもありますし。まあ、自分がこの先どうしたいかっていうのを考えて、その方向性に合ったその代理人なのかなっていうのがあって、その人に決めたっていう形です、はい。でもそのさ、1月に契約をして3月につけるメリットって何があったの。だってもう契約交渉は多分1年契約じゃないわけじゃん。まあそうそう、複数年をするのが基本じゃん、はい。まあ君がどうかわからないけど、はい、その複数年をした場合にそのタイミングでつける理由って何か。まあ、次の更新のタイミングでつけるなら、まあまあそうだね。まあ、それ次の更新のタイミングでその年俸交渉だったりとかもある、もちろんあるんですけど、やっぱり大学卒業して入った、4年遅れて入ったっていうところで、まあ、22歳23の年に入ったっていうので、やっぱり若くないっていうのを考えた時に、まあ、海外でプレーしたいっていうのは多分もちろん誰でもあるのかなと思って、その中で露出を多くしなきゃいけないっていうところで考えたときに、自分一人だとどうしてもその売り込みだったりとかっていうのはできないんで、そこをお願いするっていう形でつけたっていうんですね、はい。実際に代理人って何してくれるのっていうのが多分みんな、いや確かに疑問だと思う。そうっすよ、ね、代理みたいな、はい、えみたいな感じなんだけど、代理人って何してもらってる人なんですか。まあその年俸交渉だったりだとか、はい、まあ、契約年数だったりだとか、まあ、そういうのを含めて、まあ、選手を売り出したりだとか、海外チーム、ね、海外チームに売り出したりだとかっていう、あとスパイとかの契約とかあるじゃん、はい、選手だったりスパイだったり、はい、まあ、高峰君のルックスがあれば、いや、ね、もないですよ、ローカルテレビの来てないし、ね、来てないですけど、そうですね。まあ、それもメーカーとかももちろんそういう話もあると思うんですけど、サプリメントとかもね、まあ、そう提供してくれるところをつけてくれたりとか、確かにそういうのもありますね。家を探してくれたりとか、そうそう、結構何でもしてくれるイメージありますね。じゃあ結構何でも相談しちゃう。いや、あんましないですけど、しないかい。でもあっちからこれどうみたいなとかは結構ある気がします。彼女ができたんですけど紹介したい、でもそこまで全然それはない、そういう相談はないんだ。ないですね。まあ、まだ会って、じゃあちょうど1年半ぐらいとか契約してから、そう、契約してから、そうですか。つけてみて、良かった点、悪かった点。悪かった点はないか。悪かった点はないです。マイナスってことはないんで、でもやっぱり、まあ、サッカーを見て自分の映像だったりとか送ってくれたりとか、まあ、それを見て自己分析できますし、まあ、結果的にもくれたりします、アドバイス。
そういったものはあんまりないですけど、でもその海外 の, その基準としてこういうものが求められてるんで、今そういうものだったりっていうのを提供してくれたりするんで、まあありがたいです。